日本神奈川県横須賀市西横須賀市林五丁目からの風景。写真左奥の山は富士山。手前の右から左へ横断しているのは三浦住管道路。横須賀市西部地区は神奈川県横須賀市の相模湾に面する地域の総称。市内で唯一相模湾に面する地域である。横須賀市西行政センターが担当している秋屋、足が、大田は、小木小安。 佐島、佐島の丘、湘南国際村、津軽屋、武市、長井、長坂、林、三行浜、山品台の15地区を指す。これは、横須賀市編入前の旧三浦郡長井町、竹山村、大串町の区域にあたる。北は、三浦郡葉山町と横須賀市絹笠に接し、南は、三浦市に接する。地域の人口は43,464人。 横須賀市内の相模湾に面する一帯の総称である。区域内には鉄道は存在せず、公共交通は京浜急行バスのみ。海岸沿いに南北に縦断している国道134号と林から絹笠に抜ける神奈川県道26号横須賀岬線が地域の幹線道路である。人家や商業、公共施設の多くがこの幹線道路沿いに集中している。 規模の大きな商店街は存在しないが、竹山の一木塚交差点周辺から林交差点にかけて商業施設や銀行などがいくつか点在している。残りの給料部のほとんどは山林が占めている。一部はニュータウンとして開発されたが、開発が及んでいない地域も多い。温暖な気候で目前に海が広がり、東京や湘南の近郊でもあることから、 別荘地として人気が高い。別荘を構えた著名人には、前島ひそかやイクマがいる。井上成美が戦後間もなくから死去まで陰性した地として知られる。相模湾に突き出した長い地区には一帯が農地として利用されている。複雑な海岸線を生かして漁港が作られており、第一次産業が盛んな地である。海沿いのハイキングコースは整備されていて、 人気も高い。南部の三雪浜と林地区には自衛隊竹山駐屯地が置かれている。相模湾に突き出した長井地区には温暖な気候を生かした観光施設の長い海の手公園ソレイユの丘が2005年にオープンした。ありがとうございます。